1966年11月12日の日食は1966年11月12日に観測された日食である。ペルー、チリ、ボリビア、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジルで回帰日食が観測され、ラテンアメリカの大部分、アフリカ南部及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。各国の科学者は南アメリカで 回帰日食を観測し、宇宙船、ジェミニ十12号の登場員も宇宙で日食を撮影した。回帰帯が通過した回帰日食が見えた地域は、ペルー南部、チリ北東端の小さい部分、ボリビア南西部、アルゼンチン北部、パラグアイ南西部のごく小さい部分、ブラジル南部だった。また、回帰日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、ラテンアメリカの大部分、 アメリカ南東部、西アフリカ南西部、中部アフリカ南部、南部アフリカ全部、東アフリカ南西部、南極大陸の内大西洋により、近い約半分だった。ジェミニ12号の乗員が宇宙で撮影した部分日食各国からの約300人の科学者は、南アメリカでこの回帰日食を観測した。飛行機に乗り、月の本影の移動経路を沿って東へ。 大西洋上空まで行った人もおり、観測ロケットを発射し、風と温度の変化を記録し、X 線観測をした人もいた。また、アメリカ宇宙船、ジェミン22号の搭乗員ジムラベルとバズオルドリンも、宇宙で日食を撮影した。発射は予定より2日間遅れたが、飛行計画を調整した後、撮影は成功した。ありがとうございます。